足りないっていうのは、ハブさんが足りないっていう意味ですか？今そうですね。全然。いいんですか？やり始めたばっかなんで。あ、そうなんですか？はい。なんか、もう結構皆さん、送られているのかなって勝手なイメージで。いや、もう、オンライン人だとオンラインです。ですよね。おはようございます。本日は、天閣さん。違う。本日は天気もいいようなので、天覧山、塔の巣山の方に登っていきたいと思います。今回はただ歩くだけでもなぁと思って、天覧山、塔の巣山を本来は7周する予定だったんですが、ちょっと出足が遅れて、スタート時間が遅れてしまうと思うので、5周を目標に天閣山、天覧山、太郎坊、塔の巣山と周回していきたいと思います。この辺りも紅葉の時はすごい綺麗なんですけどね、もう枯れて、天覧山195m 到着です。天気がいいね。おお、今日は富士山がくっきりだ。見えますか？それではここの天覧山を起点として5周太郎坊経由塔の巣山周遊していきたいと思います。そして太郎坊201mに到着いたしました。よし、ちょっと来た回数をカウントするためにちょっとなんか木の枝でいっか、これここでいっか、さすがにここでいいや。それでは塔の巣山の方を向けて歩いていきましょう。よし、いい眺めだ。結構混んでる。富士山ドーン。天覧山の方を戻っていきたいと思います。またここには後ほど来たいと思います。さっきはこちらの左の方から来たんですが、今度は右の方、マムシ道の方を抜けて天覧山の方に向かっていきたいと思います。何気にここは5回となるとしんどいのかもしれない。あ、綺麗だ。もうちょっとだ。天覧山1周目天覧山到着です。それでは2周目早速突入したいと思います。太郎坊201m、2周目の太郎坊です。どこだっけ、そこか。OK、それでは先に進みます。
それでは天覧山戻っていきたいと思います。2周目こんにちは。それでは3周目出発したいと思います。3回目のタロボ来ました。よし、行きます。それでは休憩もしたので天覧山の方に戻っていきたいと思います。3回目それでは4周目、4回目、これ5乗らない。ちょっとこれ短くした方がいいか。4周目塔ノ瀬山到着です。いい感じ。疲れた。それでは天覧山に帰ります。これで4周ということです。まだ日も結構高いところにあるんで、5周目行きましょう。行きます。タロボ5回目、5周目です。おお、よいしょ。それでは塔ノ瀬山向かいましょう。そして本日5回目の塔ノ瀬山山頂271m 到着しました。さすがに着いた。とっても綺麗。ちょっと休憩しよう。よく来られるんですか、こちら。
そうですね。もう地元の方ですか。そう、近隣では。ああ、そうですか。初めてですか。初めて来ました。今日は富士山見えないんですね。富士山、ね、午前中はよく見えたんですけどね。あ、そうですか。あ、何度もここ撮ってるんですか、今日。今日5回来て。すごいですね。いやいや。トレランの練習ですか。まあ、はい、リハビリみたいな、ちょっと怪我して。はい。どっからお越しなんですか。あ、長野県です。え、それじゃちょっと物足りないんじゃないですか。いや、でもあ、いいです、いいです。ね、天気良くても見られない時ってのありますからね。あ、物足りないっていうのは、ハブさんが足りないって意味ですか。あ、今そうですね。いや、もう全然いいんですか。やり始めたばっかなんで。あ、そうなんですか。はい。もういい山だらけじゃないですか、でも。いやいや、あっちはあんまり行かないですね、ハードすぎちゃって。ああ、そういうことですか。しでも里山チックな感じのところも長野県もありますよね。あります。ただもうちょっと、自分的にはもう寒くて。はい、冬山やんないですね。冬山やんないんで、冬はスキーやってるんで。ああ。で、電車で来たんですけど。あ、そうなんですか。ええ。で、あったかくていいですね。なんか長野から今日お越しになったってことですね。長野県の松本ですけど。松本ですか、はい、もう北アルプスの玄関口じゃないですか。あ、そうですね。去年焼岳に初めて行きました。ああ、なんか松本にお住まいの方だったら、なんかもう結構皆さん登られているのかなって勝手なイメージで。いやいや、登んない人は登んないです。ですよね。やる人はやるし、やんない人はやんない。天鶴山、はいはいはい、あっちの方からこう来たんですか。こっち来たんです。で、天覧山行って東飯能の駅から帰ろうかと思ってるんですけど。あ、はいはいはい。ええ、おお、そうなんですか。天鶴山だと東阿賀野とかどっか。あ、そうです。東阿賀野からの駅で降りて、はい。で、天鶴山からずっと歩いてきて。あ、そうですそうです。くすみケルンとか通って。あ、そうですそうです。ええ。で、最後天覧山通って帰ろうかと。結構長距離じゃないですか。まあ、結構自分的にはハードですけど、けどトレイルランニングの皆さんには大したことないですよね。僕はトレランはやらないですけどね。あ、でもなんかスタイルがトレイルランニングのスタイルです。すいません。いやだけどこっちはこっちでいいですよね。なんかこう地図見るとこの辺って里山いっぱいありますね。ありますちょっとびっくりしました。なんかこう縦横無尽に。そうなんです。今日はじゃあこの後長野に帰られるんですか。あ、帰ります。日帰りで。あずさかなんかで。いえいえ、この季節青春18切符。ああ、じゃあ鈍行でゆっくり帰られてます、ね。あ、鈍行でゆっくり。そうですね。結構ありますよね、松本まで。あ、そうですね。3時間から4時間ですよね。つい最近なんだっけ、富士見駅から、はい、何の山だっけ、乳笠山。そうそう、乳笠山、うん、はあ、有名ですよね。はあ、だけどいいな、ここら辺。ぜひまた、ありがとうございます。また来年来ようか。僕 YouTube やってて、あ、そうなんですか。はい、差し支えなければ顔とか一切出さないんで、今お話をちょっと使っても大丈夫ですかね。あまるっきり顔は出さない。別に。はい、ふん山っていうシール持ってるんで、お渡しして。ああ、そうですか。すいません。ありがとうございます。で、ちょっと。はい。全然、しがない YouTuber。いや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 。長野が多いんですか？うん、ちょっと静岡の方にも遠征したり。静岡。沼津アルプスを歩きました。あ、僕も行きました、沼津。ハードですね、あそこはあそこで。どっちから入ったんですか？沼津駅に一番近いところなんて言いましたっけ？じゃあ、狸山から。あ、狸山、そうです。狸山から。ああ、すいません。はい。ちょっと。ここに URL が載ってるので、はい、すいません。すいません、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。じゃあ、ボツボツ。はい、お気をつけて。ありがとうございます。天覧駅の方に向かってくればいいですかね。天覧山行きたいんですね。天覧山こっち。こっちですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、失礼します。どうも、ありがとうございました。ということで、天覧山の方に戻っていきたいと思います。ということで、もう少しで5周目も終わってゴールという形になりますが、本当は時間的にちょっと余裕があったので、もう1周6周しようかなと思ってたんですが、ソロの登山者さんにお話しかけいただいて、少しそこで長くお話しさせてもらって、ちょっと日没が近いので今日はこのまま天覚山に行って5周で終了としたいと思います。まあ、こうやって5周歩いてきたわけですが、まあ、距離と累積標高を考えても、例えば外秩父七峰とかああいうのに比べれば全然累積標高も距離も短いですが、1周2周と重ねていくわけですけど、天覧山に着くたびにこうここで下山できるななんて思っちゃったりして、
そして同じところを周遊するんでモチベーションを保つのがなかなか難しくて、いくら山好きの僕でも遠野巣山の5回目の山頂とかってもう見飽きちゃってと、ということで精神面もかなり鍛えられる今日の参考となりました。最後に天覧山に行って5周目完結という形で終わりたいと思います。じゃあ、何ですか？あ、これあのカメラ、動画を撮るカメラ、はい。そうですか。素晴らしい。天覧山で撮り直そう。これで無事天覧山5周したことになります。あ、疲れた。ありがとうございます。それでは下山します。あれ、行きここ通ったんだけど、こんなに紅葉残ってこんな綺麗だったっけ？この夕方の時間帯だから綺麗に見えてるのかな。朝通ったんだけどな。めちゃめちゃ綺麗じゃん。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。